グロックの進化や音声 AI の新機能、北米での幹部退任や株価への影響、さらにテスラとウェイモのロボタクシー競争やイギリスで始まった電気を売って稼ぐ新しい仕組みまでおはようございます、ケンです。 テスラオーナーとしての車の進化を楽しみにしている方も、テスラ株の投資家として今後の動向が気になる方も、今回の内容はどちらにとっても非常に重要な話題となっています。ぜひ最後までご覧ください。まず最初の話題ですけど、テスラ社に搭載され始めた会話型 AI、g ロ o ク k についてです。イーローマスクさんは最近、Hey g ッ o k と呼びかけるだけで、社内 AI が起動する いわゆる、ウェイクワード機能を追加すると発言しました。これまでは、ステアリングボタンの長押しが必要でしたが、今後は声だけで操作ができるようになりそうです。例えば、Hey, Glock, ヒーターをつけてとか、音楽の音量を下げてとか、日常の操作をハンズフリーで指示できるようになるわけです。これは、運転中の安全性や快適性を考えても、かなり大きな進化だと思います。 ただし、このグロックの展開にはまだ国や地域によって制限があります。アメリカではすでに一部で提供が始まっていますが、例えばカナダでは導入が遅れています。その理由は、プライバシーや AI 規制に関する法律が厳しく、グロックが収集する音声データの取り扱いに慎重な対応が求められているからです。カナダのプライバシー法、PP だや新たに検討されている AI 法は、 間がその背景にあります。このように、グロックという技術自体は進化を続けていますけれども、世界中で同じスピードで展開されるわけではありません。国ごとの法規制や社会的な受け入れ体制によって、展開スピードは大きく異なっているということになります。実際に自分のテスラ社にグロックがいつ導入されるのか、今どこまでの機能が使えるのか、 こうした点は今後も注視していく必要があると思います。では続いての話題ですけれども、テスラの経営体制に関する大きなニュースです。北米におけるセールス、サービス、デリバリー部門の副社長を務めていたトロイ・ジョーンズさんが退任しました。彼は15年間テスラで働き、販売やサービスの現場を支えてきた人物です。 これだけでも大きな動きですが、実は最近になってテスラは他にも複数の幹部が退社しています。例えば、販売製造責任者のオミード・アファシャーさん、AI 開発のミラン・コバックさん、北米の人事責任者だったジェナ・フェルルワさんなど、立て続けに退任しています。 こうした幹部の連続退任は、社内で何かが大きく変わろうとしているサインかもしれません。中には自主的な退任だけではなく、リストラの一環としてされるものもあり、会社としての方向転換や業績へのプレッシャーが背景にあると見ることもできます。実際、テスラは北米や欧州での販売が前年より落ち込み、株価も下落傾向が続いています。 このような状況での人事の入れ替えは、マーケットにとっても重要なシグナルとなります。今月の7月23日には、テスラの第二四半期の決算発表が予定されています。今回の幹部の退任が、どのような形で業績や今後の戦略に影響するのか、 この決算は非常に注目度が高いものになりそうです。では次の話題はアメリカテキサス州オースティンで始まったテスラとウェイモのロボタクシー戦争です。テスラは現在オースティン市内の一部エリアでロボタクシーサービスのテスト運用を開始しています。 エリアは約42平方マイル。現在は招待制で一部ユーザーが利用できる形になっています。運行時間も午前6時から深夜の0時までと制限付きです。 これに対して Google 参加の w ェ i m o が即座に反応しました。テスラの動きに対抗するように自社のロボタクシーサービスエリアを90平方マイルまで大幅に拡大したと発表しました。さらに w ェ i m o は完全無人で24時間稼働するサービスを提供しており、一般ユーザーが Uber 経由で誰でも利用可能という形をとっています。つまりオースティンにおける両社のサービスには 面積、運用時間、アクセス方法のすべてにおいて明確な違いが出てきているということになります。特に話題になったのは、テスラが発表したサービスエリアの提供地図がかなり特徴的な形であったこと、SNS ではその形状が注目を集め、戦略的なのか、単なるジョークなのか、さまざまな議論が巻き起こりました。このようにロボタクシーをめぐる競争は ただの技術合戦ではなく、ユーザーへの提供スタイルやブランドイメージの戦いにもなってきています。テスラは今後、FSD の機能をさらに進化させ、ロボタクシーエリアや自由度を広げていくと見られています。一方、ウェイモはすでに商用化を進めており、安全性やユーザー体験を重視した方向で差別化を図っています。はい、では次の話題ですけれども、テスラのエネルギー事業についてです。 イギリスでテスラが新しい形の電力ネットワークをスタートさせました。それが VPP と呼ばれるバーチャルパワープラント仮想発電所です。これは家庭の屋根に設置したソーラーパネルやテスラの蓄電池のパワーボール、これをネットワークでつなげて、あたかも一つの発電所のように機能させる仕組みです。今回テスラはイギリスでオクトバスエネルギー社と提携し、この VPP をスタートさせました。この仕組みを使えば、 家庭で余った電力をグリッドに供給し、その見返りとして収益を得ることができます。報道によりますと、参加者は月当たり最大で300ポンド、日本円で約6万円の収入が得られる可能性があるとのことです。これは電気を買う側から売る側に回るという大きなパラダイムシフトとなるでしょう。テスラがこの VPP を広げていくことで、 エネルギー分野においても、テスラの経済圏を築こうとしているのが見えます。車のバッテリー技術を活かして、再生可能エネルギーと家庭のインフラにまで踏み込んでいく。まさに車社会の枠を超えたインフラ企業への進化です。この仕組みですが、日本全土でも今後展開されるというニュースを先日紹介しました。その後、新しい情報はまだ入ってきていませんが、また新しい情報が入り次第、YouTube でお伝えをしていきたいと思います。 はい。では、ここまでテスラの様々な最新ニュースを見てきました。それぞれは一見 バラバラな話題に見えるかもしれませんが、全体として見えてくるのは、テスラという企業が新たなステージに入りつつあるということになります。まず、AI アシスタントのグロックの進化、単なる音声操作ではなく、テスラ社に知性を持たせる動きが加速しています。同時に法規制やプライバシーとのバランスをどう取るのかという課題にも直面しています。そして、幹部の退任が相次ぐ中で、テスラは経営面でも大きな転換点にあると見られています。 販売の伸び悩みや株価の下落といった課題がある一方で、これをどう乗り越えるかが今後の焦点になります。ロボタクシーではウェイモとの真っ向勝負が始まりました。 ユーザーにとってどちらのサービスがより現実的で便利なのか、そして投資家たちにとってはどちらのビジネスモデルがより収益性があるのか、この争いは今後の自動運転業界全体の流れを左右するかもしれません。さらにイギリスで始まった VPP これは車を売るだけではなく、電気を作って売ることで利益を得るという全く新しい事業の形です。テスラが単なる EV メーカーではなく、エネルギーと AI とインフラをつなぐ企業として動き始めていることがはっきりと見えます。こうした動きを見ると、テスラの未来は これまでの延長線上にはない全く新しいビジネスモデルへと進化しつつあるのかもしれません。皆さんは今回のテスラの動きについてどう感じられましたかオーナーとしてあるいは投資家として今後どんな展開を期待されていますかぜひ、 コメント欄で意見を聞かせていいただければと思いますはい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は大きく伸びて、現在329ドルとなっております。今日の上昇ですが、アメリカが中国産バッテリー用グラファイトに160%という効率の反ダンピング関税を発動したことで、テスラ株が約3%上昇したと。これにより中国の競合勢力の価格競争力が削がれる形となっていて、テスラが 相対的にに有利な立場に再浮上していいるととうことで今日はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた 推進です。真夏今一番怖いものって何でしょうかそれは熱中症じゃないですか冷房をガンガン使いたいんだけれども電気代が気になってしまう冷風が苦手でクーラーを避けてしまうその結果室内でも熱中症になる人が後を絶ちません実際に昨年は夜間に熱中症で救急搬送された人が総務省の統計では約10万人もいたそうです驚きじゃありませんか？でも,もし 冷風がなくて電気代も抑えられて部屋中が快適に保たれる。そんな空調設備があったら気になりませんかそしてそういった空調設備が実はあるんです。それがエコファクトリー社のエコウィンハイブリッドという次世代の空調装置です。この装置は副射熱っていう自然の原理を使って夏は涼しく冬は暖かくするんです。実際に僕は体感しましたけれども これは本当にね、未来の空調だと思います。一番最初にテスラに乗った時の感激と同じぐらいの感激を得ることができました。そして、こういった装置があって、実際にこれを導入すると、このような体験ができるんだっていう体感会をですね、実際に行っていきたいと思います。こちら、エコファクトリー社に相談しまして、7月27日の日曜日ですね、熊本の本社で行うことになりました。東京の方も予定していましたけれども、こちらはおかげさまで定員数に達しましたので、募集終了となっております。 熊本に関してはまだまだ大丈夫なので、ぜひね、この真夏の輻射熱、体感してもらいたいなと思いますので、行きたいなと思われている方は、僕の公式 LINE の方から問い合わせの方をよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な週末をお過ごしください。今日から3連休って方もね、多いかなと思いますけれども、素敵な3連休をお過ごしください。ではまた。